という呪いも、軽犯罪の範疇に入るのではないか？そんな気はする、期待は。ということは、彼ら、は続けるだけ利益性に重篤な懸念を発生させるわけだ。それは、インターネットの経営危機的な、そういう感覚の裏にも通じるのだろうか。簡単に言うが、耐えられなければ命がない、わけだ。今更ではあり、王の権威、が、ここ、にあったというなら、昭和天皇並みの防壁にはなる、はずだが。アメリカが敵？あまり良いイメージがない。愛国心という名の悪魔が暴れる。それはかつての日本だって同じ話だ。アメリカは特に、負けを受け入れることは死を意味するくらいの、突き詰めるとそういう暗部を抱えてはいるわけで。それでもキリスト教国だ。何かの、神の審判、は期待したいところはある。アメリカは、神に許されアメリカであり。